原哲夫は、日本の漫画家。東京都渋谷区生まれで、埼玉県越谷市育ち。代表作に、北斗の県など。子供の頃は、天才、バカボニア、タイガーマスクを見て育ち、絵は、タイガーマスクの影響を受けたという。小学校4年から、越谷市に住み、越谷市立大沢北小学校、越谷市立栄進中学校、市立本郷高校デザイン科卒。 トランザクション創業者の石川悟は小学校から高校までの同級生で友人。現代美術家の村上隆も高校の同級生にいた。日本大学第二高等学校を経て、本郷高校在籍時は漫画劇画部に所属。駒沢大学仏教学部中退。漫画家を目指して、週刊少年ジャンプに持ち込みを始める。 高校の先輩である秋本地の仕事場を訪問したこともあったという。卒業後は、小池和夫主催の劇画村塾に通いながら、堀江信彦の紹介で、高橋義弘のアシスタントを務める。1982年、スーパーチャレンジャーで、週刊少年ジャンプ月例賞を受賞。同年、堀江の勧めでモトクロスを題材にした漫画、鉄のドンキホーテで連載デビュー。 この作品は人気が出なかったこと、堀江の腹はもっと大きな話が書けるから、ドンキホーテにこだわらず仕切り直ししようという判断、などからわずか連載10回で打ち切りとなる。1983年代表作となるバイオレンスアクション漫画、北斗の剣を連載開始。飛行や世紀末といった独特のギミックや世界観で描かれた 北斗の剣は驚異的な人気を誇り80年代の週刊少年ジャンプを支えると同時にドラゴンボール、先駆け、男塾、ロクデナシブルースなど後のジャンプ漫画の作風に多大な影響を与えた。1990年から1993年まで竜慶一郎の小説を原作にした時代劇漫画の花の刑事、雲の彼方にお連載。これ以来、 時代劇漫画を執筆する機会が多くなる。2000年には、集英社から離れ、週刊コミックバン地に遺跡以降、後継子である月刊コミックゼノンに執筆している。遺跡に合わせ、雑誌の編集や判権事業を手掛ける株式会社コアミックスを堀江の彦らコと共に設立し、役員についている。2005年には子供向けの絵本、 森の選手ボノロンのプロデュースを行っている。ありがとうございます。